ケツこんばんは、ケ決命師の大蔵です。ここから一時間はですね、毎月最終土曜日午後11時からのオンエア月一番組ケ決の門でございます。なんと十五回目ということでありがとうございます。なんかね、一月一月経、えー、つのがなんか早いなぁと本当思いますね、えー。今日も名古屋ジップ FM のスタジオからお送りしております。知ってますよね、三月の二十五日やりましたね、えー。全国ツアースタートでございます。ありがとうございます。 いやーこっから、えー、長丁場となりますがはい、えー、スタートしまして終わりましたね、1日目初日が静岡エコパーアリーナでございます。ね、そっから終わってすぐ車で飛ばして、えー、静岡のスタジオ静岡からライブ会場から車を飛ばして名古屋に来て明日もあるんですよ、26日でここから戻るわけですね。車でラジオ終わり次第 明日もあるからこうあー疲れたとメンバーの中で一番働いてるなと、えー、自負しておりますけれどもえーあれバレてますバレてますあ収録ですね <laughs> すいません収録なんですねこれね申し訳ございませんはいあね,ね本当にあの静岡の盛り上がりから決して ZipFM の方には来ないでくださいねはいあのいません、えー、すいませんねこれもう時空を 超、えー、えてはい、まあ、そうやってるわけなんでございますがねはいもう本当に静岡エコパーリーナ初日に来ていただいた皆さんありがとうございました本当にねこっからですから、まあ、まあ盛り上がったなすごい盛り上がったよかった、えー、若干の、えー、私の甘神みとかいろいろあったかもしれませんがはい本当にね、まあ、なんとか無事に初日を迎えることができましたありがとうございます。 まあ幻の六本木大サーカスだはっきり言ってパーティーですねほん名古屋にもねちゃんと来ますんでぜひともよろしくお願いしますそれと私個人的には3月がね14日誕生日でございました。ありがとうございます <laughs> 41位になりましてはい とりま本当に,にありがとうございます。あのー、曲宛てにですね。ジプさん宛てに、あのー、桑名市の俊さん、真司さん、プレゼントなんかお届けいただいた。本当にありがとうございますね。本当に本当に感謝しております。えー、なんといっぱいいっぱい、えー。あ、間違えた。一個ですね。えー、一個てります。はいます、<laughs> <laughs> 別に、あの、くれくれ、くれくれと言ってませんよ。えー、一個いただきました。本当にありがとうございます。ええー、と言ったわけで、な、まあ、えー、僕もうこれから。ずずいと一時間。 お送りしますが FM 結論今夜のメニューでございます今月のゲスト、えー、来週4月1日土曜日にグランドオープンを迎える名古屋名古屋駅直結の JP タワー名古屋内の商業施設切手名古屋ご存知でしょうか,ご存知でしょうかねっきっ名古屋こちらのですねあのグランドオープンを記念して来館者とともにオリジナルムービーを制作するプロジェクト「さくらレター パレードってのがあるですねこの楽曲我々決めんじが担当ですはい本当にありがとうございますオリジナル曲を書き下ろしさせていただきましたつながってこれがちなみに言うと今日 CD リリースなんですよねしかも CD はですねあのツアーの会場限定となっておりますちなみに配信は22日から、はい、やっておりますので新曲の方ぜひぜひガシガシ聴いていただいて、はい、感想などもお待ちしておりますよろしくお願いします今日はですねその新曲も きっちり応援したいいと思いますそしてまあいろいろお世話になってるんですがその切って名古屋さんの、えー、方が代表してですね今日はあのいろいろスタジオにお越しいただいてインタビューしたいと思いますんではいそちらの方もお楽しみください。そしてメッセージテーマ「卒業」ねこんな卒業したいなっていうことでございますね番組宛に届いてるメッセージを紹介していきます。そそししてて川川 今日はですねゲストまたいるんですね合コン野郎合コン野郎に対してですね血の門主催の合コン野郎のちょっとまあアドバイザー的な形でえ女性からの意見をいただきたいということでそんなゲストも来ておりますんでご期待でございますよろしくお願いしますメッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵のサイン入り番組特製ステッカーをプレゼントしますそれでは血面師大蔵による血の門今日はこの曲でスタートですこちらはツアーの テーマソングとなっております今日リリースでございますよろしくお願いします人生劇場はいでは届いているメッセージをご紹介していきましょうということでこちら埼玉県の修ゅさんありがとうございますえっ、ー、とですねダイソーさん全国ツアーを回るときにこれがないと絶対ダメみたいなアイテムとかありますか移動のとき欠かせないものとか楽屋での欠かせないものとか宿泊場所とか えー、普段の生活から離れ全国を飛び回る立場ならではのこだわりなどなどと来ておりますがありがとうございますこれがないと絶対ダメっていうかですね楽屋に多分他のミュージシャンの方からえって言われるものとしてはですねあれがありますね布団が置いてありますうちは、えー、いつでも寝れるように布団が、えー、メンバー分引いてありますがこれはなんか皆さんあまり置いてないということで、あのー、普通に敷き布団が置いてましてまあ言っても 寝れるようにというか、まあ体力温存と言いますか。かえ、うちの量だけですかね？使ってるのは布団をはい。スタート5分前まで布団で寝てますね。あの人ね。まあ、それが彼なりのリラックス方法というかまあ、決して、あの二日酔いで寝て寝てるとか、そういうことではないとはい。まず体力を温存しているということでね。まあまあそういう使い方もあって布団とかね。あと僕はまあアミノ酸とかは常に持って回ってますね。あとあの？ ライブ前にあのちょっと体を動かしたいなということで、チューブトレーニングしたいんで、チューブを持って行ったりとか。あとは僕ね、各地ですね、必ずオフ,オフというか、移動日があるんで、ちょっとオフ時間、空き時間があるんで、その時はあは結構走るんですね。走るんで、ランニングシューズは絶対持ってってますね。そうするとこう散歩というか、その街のこう雰囲気とか見れたり。 まあ、あとよくお,お城に行くんですね僕はねその町のお城をちょっと見に行ったりとか、まあ、そんな感じで、ええ、持ってってるものはこんな感じですがいかがでしょうかねそんな感じでございますありがとうございます続きましてえー、と、えー、これは愛知県春日井市にいるのかなはるかさんありがとうございます、えー、友達の温泉に行った時女子用ボクサーパンツを履いていることにびっくりされましたあはるかさんが履いていたとダズさん女子用ボクサーパンツ知ってますか ボクサーパンツの女子ってどう思いますかうん、なるほど僕はボクサーパンツですね個人的にね、自分はねまあ、ボクサーパンツどうなんですかねでもこう女性のこう洋服によってはボクサーパンツ今僕自分で手でお尻の形を触ってましたけどエア、エア、エアお尻触ってましたはい、エアお尻触りながらボクサーパンツを想像してましたがそうですね、どうどうなんだろう 色気的なものはちょっとすいません若干感じないかもしれませんねえ僕はやっぱちょっと面積の少なめなはいティータイプがですねティー、T、バッグの方が僕は好きかなと思いますけどいかがでしょうか続きましてえのあしたあとうってい,明日明日いうかもうちょっと日にちが分かりませんが犬山ハーフマラソン出ますと目標1時間40分大蔵さんはマラソン前どんな準備をしていますか これね、まあ、直前は何もしないですね比較的何にもしないし当日もなるべく歩かない、えー、なるべく立たない、えー、これから4 2 1 9 5キロまあ彼はハーフですけど基本的にはなるべく脚力を使わないという前日も走らないですねはい本当にマッサージもしません前日にマッサージをすると割と筋肉が緩むんでこう 筋肉の収縮をしっかりさせたいっていう点ではえ当日に思ったような力が出ないとも言われてますんでまあ本当に何もしないですね。それまでにきっちり3ヶ月前ぐららいいいかか準備しします僕ははいいかがでしょうちなみにえ2月の末個人的には東京マラソン出ましたけど3時間15を目指したんですけどねえ途中、くたばりましてですねえ3時間25分というえ非常に残念な結果となりました。 悔しい本当に悔しいうんまあいつかあのサブスリーあたりを目指してますんでまあ結果がね多分出てると思いますんで結きさんまた結果を教えてくださいお待ちしております続きましてあこれですねこれいいですね愛知県の目黒さんありがとうございます西区ですね、えー、名古屋に月一でお見えになっておりますが名古屋飯は何が好きですか 名古屋飯ね、この番組でも本当に始めた頃に名古屋飯通な方にね本まで出されてる方がいらっしゃいましたもう本当にいろいろ教わったんですけどもう、ね、おたけさんそうですね最近やっぱあのまあまあな頻度で言ってるのは駅の中にありますあの店あ店でラーメン台湾ラーメン食って帰るみたいなそんなちょっとこうルーティーンができつつあります。 ちなみに僕はいろいろ全国うなぎを食べてますが名古屋のうなぎが個人的には一番好きですねうわ本当に美味しいですね外刈り中ふは、えー、僕はうなはるさん大好きでございますはいうなぎうわ本当に美味しいぜひ、えー、ともいろんな各地ねうなぎありますが名古屋のうなぎもぜひともご賞味くださいよろしくお願いしますといったわけであルーティーンねこれも愛知県の志保さんもこれですねルーティーン ルーティーンとはですねこれライブの前ですねライブの前に必ずやる行動とかってあるんですか他のメンバーの方はありますかなるほどねライブの前ルーティーンはあまりないですけど昔々は本当にメンバーで全員であのウィニングイレブンっていうサッカーゲームをずっとやってましたねそれがルーティーンというのか言えないのかなんか暇を持て余してるっていうのかなんていうか 一体感を作るってていうんんんですか、ね、なんかかねななよくゲームなんかしてましまた最近はしないですねまあライブ本当に直前はなんかこうまあ月並みですけど「あの AAO ー」みたいなはいエンジンは組みますねあとはなんだとあの昔はよくビールを飲んでからとかやってましたが最近もビールを飲まずにはい始めたりとかしてますしあ30分前に僕シャワー入りますね はははいはい、はいシャ,ンシャとサンが混じりましたけど30分前にシャワーを浴びたりとかそれもルーティンに入るんですかねなんかそんなこんなですけどもぜひともこの静岡ライブ来られたのかなそれとも名古屋かなし保さんは、えー、ぜひとも感想の方お待ちしておりますよろしくお願いしますねえほんとにツアーの話の持ちきりですけどもねぜひこのツアーに行って、まあ、静岡エコパリーナ曲順はダメですよ ね、内容等とダメですよ。あんなサーカスだったのかとか、えー、こんなサーカスとか、内容はあのー、伏せていただいてね、これから来る方もいらっしゃるんで、まあちょっとした感想なんかをお待ちしております。よろしくお願いします。3月20日ね、25から今日から始まっております。静岡エコパーリーナ、全国アリーナスタートでございます。ちなみに、ZIPFM がある、ここ愛知県名古屋はですね、日本外資ホール、4月の15日土曜日、16日日曜日、もう来月ですね、はい、 楽しみに待っていていいください、えー、まださままツイッターで「ハッシュタグ #ZIP ケツメ」「ZIP は ZIP ケツメはカタカナ」ですねをつけてツイートくださいまたは ZIPFM のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナーから、えー、イベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってきてくださいメッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵の三位に番組特製ステッカーをプレゼントします といったわけで、えー、リクエストもありがとうございます。えー、瀬戸市のあゆむくん、あゆくんですね、えー。高校生、友人が掃除中に歌っているビールボーイが聞きたい。うん、ビールは大人になってからだぞっていうことでね。二十歳になってから、えー、一緒にビールを飲めたらいいですね。はい、ビールボーイ歌ってる高校生ありがとうございます。大人になってから飲みましょう。ということで、えー、あゆむくんのリクエスト、ビールボーイ。 決えお送りしたのはですね決め石でビールボーイでございましたさて決め石大蔵がナビゲートしております月一番組決の門ここでゲストをお迎えしましょう来週4月1日土曜日にグランドオープンを迎える名古屋駅直結の JP タワー名古屋内の商業施設切手名古屋さんからですね日本郵便株式会社の石川雄介さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします、えー、よろしくお願いします すませんお忙しいところ日本郵便の石川です、はい、えーと JP タワー名古屋と、まあ、切手名古屋の運営を担当しております、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますすいません本当にもっていうかもうすぐオープンですもんねはいあのグランドオープンに向けてえい準備中でございますですよね、はい、ちょっと僕もあの今回お仕事一緒にさせていただいたんですけど、はい、まだなんか内容のところがですね分かってないところもあったりとかするので一緒にこう、はい、リスナーと一緒に、はい、学んでいこうじゃないかということでございますはい、はいいよよろろししししくくおお願願ままますすすずですね来週 4月の1日土曜日にグランドオープンを迎える名古屋駅直結の JP タワー名古屋内の商業施設きって名古屋おめでとうございます。改めてどんなな施設になりますか はい、えー、JP タワー名古屋商業施設、えー、切って名古屋はですね、はいえと、名古屋駅前の郵便局跡地にですね、うん、の建て替えで新たに建てられたビルでございます。昨年の6月に開業、えー、しておりまして、はいえー、約30店舗の、えー、と飲食店がメインになるんですけども、開業、はい、しているというところです。駅から徒歩1分の、えーとまあ、公立ということもありまして、はい、連日多くのお客様にもご利用いただいております。はい で4月の1日のグランドオープンのときには、ですね、はい、えと昨年のあ今、えー、オープンしております30店舗に加えまして、はい、新たに6店舗が追加するのと、あと,、えー、とバスターミナルがですね供与開始となって、はいえと、グランドオープンを迎えるという形になります。はは バスターミナルができれば、かなり交通の便も良くなったりとか、そうですね、もともとバスターミナルも同じ場所にあったんですけども、はい、これが今回の再開発で、はいえと、いろんなところにまた分散されたものが、新たにまた集約するというような形にな本当す。 切切っても切れない関係ってことこですね、えー、ケツメシもあのお仕事を一緒にさせていただいておりますがグランドオープンを記念しまして来館者とともにオリジナルムービーを制作するプロジェクトがありました桜レレターパレーパドとこの完成したムービーで我々が曲をね本当にあに作らせていただきまして書き下ろしたオリジナル曲つながってでございます本当にありがとうございますこの「桜レターパレード」のプロジェクトというのはぜひちょっと詳しく教えていただきたいんですが。 はい、ええー、すでにあの終了しておりますが、ええー、と、切っ名古屋1階のアトリウムでですね。はい、ムービーに使用するはがきに色をつけるですね。作られたワークショップというものを開催しておりました。はいはい、ええー、このワークショップで、えー、参加いただいた皆さんに、ええ0 0 0枚のですね。はがきを、ええー、と、まあ、色塗っていただいたというところですね。はいはい、で、その後ですね。そのはがきを使いまして。ええー、切手の館内の中で、ええー、と、ムービーを、ええー、と、制作しまして、はい、ええー、今度の3月の。 29日の、えー、とグランドオープンのイベントで、はい、えとこのムービーですね「サクラレターパレード」を初披露するというところでございますこれで曲が「つながってが」が、はい、一緒にかかってと、はい、これは本当にありがたいお話ですがこれはあのうちのメンバーも、はいはい、うち全員であの一応色付けというんですかあの塗り絵っていうんですか塗り,です塗り絵ですかねはい、はいはい、させていただいて1,000枚ですかはい すごいい大変だったんじゃな、はい、1,000 <laughs> 枚すべての,あの、はい、絵柄が違いましてです、ね、それを一枚1枚撮影してムービーを作っていくパラパラ漫画みたいな形ですねあちょっとそれ僕まだ見てないんですけど楽しみですね、はい、これはい是非楽しみにはいで29日にそれがお披露目されるはい、はあこれはちょっとちなみにこの館内でお披露目されますが違うところでは何かこう何ていうんですかホームページみたいなところでも見れたりするんです何かこう そうですね29日のタイミングに合わせて、えー、と切て名古屋の,あのホームページでございますので、はい、そこでも動画がですね見れるようになっております。はい つながって、大丈夫でしたかね、こちらの曲は、本当に。あ、あの、<laughs> 拝見というか、拝聴いたしましたですね。非常に、あの、なですかね、楽しくなるというか。心がワクワクする曲。なんかこう、パレードということですか、やっぱ、更新のイメージとか。皆さんが、こう、はい、いろんなところから集まってきたりとか。はい、あと、こう、まあ、食事でしたりとか、文化でしたりとか、はい、いろんなお店が入ってると思うんですけども。そういうのの、なんか、こう。今と昔をつなげたりとか、はい、なんか、人がそこから、また、なんか、文化の発信地になったらいいな、みたいな思いでは、ちょっと。 作らせていただいたんですけども、あ,ありがとうございます。はいまあ、まさにあの切手名古屋がですね、はい、皆さんがこう集まってくる場所になればなという形で思っておりますので、はいはい、ぜひぴったりの曲だと思っております。すみません、なんか言わせたみたいです。すみまずなんかった。<laughs> <laughs> <laughs> ということでね、ぜひね、これあの本当に3月の29日、まあ詳細は何か出るんですよね。3月29日にとにかく僕も行きます。あ,あの本当に、はい。よろしくお願いします。はい、切,切手名古屋一回。 アトリウムですかねはい1階のアトリウムという広場がありますのでそこで11時からですねイベントを行いまして大蔵さんにも来ていただいてトークショーとかあと他のメンバーの方の皆さんが色付けしたはがきの紹介をいただくという形ですい全然大したことないですけど期待しております期待がねはいちょっと膨らみすぎないようにお願いしたいですけどもね あとですねその千枚の葉書キですね来館者の方に書いてもらったものなんですけどもそれは切って館内のところにすべて貼り出しをしますんで一度塗った方もですねまたぜひ見に来ていただければと千枚から探すわけですねこれだこれだっつってはガキと一緒にポラロイドでですねカメ写真撮らせてやっておりますのでまた切ってだいてご自身の絵をていてねはいてそこに切っていたいといます天然を拾うというのもほに失礼いたしましたそのき ましては3月の29日水曜日から4月の9日にちょい今ですね、はい、切って名古屋の館内にて展示させていただきます。はい。はい。ぜひぜひ4月さあ3月の29日から4月9日ああんまりね期間がない一週間ちょっとですかね。はい、はい。ぜひとも館内に遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕はじゃあとにかく29に遅れずに行けば。 はい、はい。いいわけですね。<laughs> はい。時間通りに聞いてあげれば。はい。皆さんもちょっと時間ありましたらね、もう名古屋駅すぐですからね、たバスターミナルもちゃんとしっかりね、新たにできておりますし、はい。はい、そちらの方で皆さん、交通の便も生かしてですね、ぜひとも館内に遊びに来てください。えー、と言ったわけです。本当に大体、皆さん分かっていただいたでしょうか。切って名古屋、これからぜひともよろしくお願いいたします。来週4月1日土曜日にグランドオープンを迎える、名古屋駅直結の JP タワー名古屋、 名古屋内の商業施設切って、名古屋から日本郵便株式会社の石川祐介さんにお越しいただきましたが。やっぱりちょっとここで曲をかけなきゃいけないな。ちなみに、あの石川さんはどういうアー,アーティストさんが好きなんですか。ケツメイシ全然いいです。ケツメイシさんです。はい、<laughs> 全然いいです。ケツメイシさんじゃなくて、大丈夫です。 あの何かよく聴いてらっしゃる音楽とかありますかあでもあの私あの全部じゃないんですけど「ケツメス」さんの CD も買わせていただいてましてですねあ,あ,ありがとうございます、はい、なんかまた<ひ>言わせてしまったみたいな感じなっいやいや飛んでます <laughs> <laughs> じゃあここはですね、はい、でもやっぱり今日発売なんで、はい、この曲をぜひとも新曲を聴、えー、きたいなと思いますんでじゃあちょっと曲振りなんていうのをやっていただいてもよろしいでしょうかじゃあ石川さんから「曲振りをよろししくお願いします、はい、ケツメス」さんでつながってありがとうございますケケケケス 名古屋 ZIPFM のスタジオからナビゲートしています恋人のいないポチリリスナーポチリスナーポチリリスナー同士集めてケツノモン主催の合コンをやってみたいなと、えー、きっかけは本当に思いつきでございますはいやってみたいそんなやる気満々で、えー、そんな企画をどうにか主催から開催してみたいと。 いうことでございいますいろいろ参加者募集するにあたって、まあ、いろいろ最近のコンパ事情先月は実際に合コンをやってらっしゃる会場というか居酒屋さんの方にもお話を伺ったり、はい、というような状況でございますが ZIPFM でコンパメンバーを募集しようと。でもじゃあどうやってやったらいいかわからないということでいろんなこうプロの方に <laughs> プロプロプロというのはいらっしゃるんでしょうかよくわかりませんが今日はですね いろいろはこう教えていただきたいということでですね、ジップエーヘムの女性社員の方とそのご友人の方に来ていただきました。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。お名前をどうぞ。しょうこです。早川です。しょうこさんが女性社員。はい。はい。本当に忙しいところ、身内のパワーを使ってあのはい呼んでしまいましたけどよろしくお願いします。ぶっちゃけ聞きますけど、合コンって最近やってるんですか。やってます。 やややっっってててまますするんだどんな感じの合コンなんですか最近のその何ですか栄とか錦とかでやるんですかそうですね栄か免疫免疫すかなんか裏におしゃれなお店がいっぱいあるのでそっちでやってますおしゃれなお店があるやっぱおしゃれなお店で呼ばれてる合コンなら行きたいなみたいなそうですねおしゃれなところの方がいいよねやかさんはそうですねそうですねって。 やっぱりおしゃれに美味しいご飯も食べつつ、はい、いろんな男性と出会ったりとかするのが楽しい楽しいはい。なんかそのセッティングまでってどういう感じで流れていくんですかセッティング誰かこうやっぱり漢字がいるわけじゃないですかあそうですね漢字誰か紹介してってなって、はい、あじゃあコンパやろうかってなってはいコンパって言っていいんですねよくなんかこう最近あの隠すじゃないですか <laughs> 食事会行かないとか、あないよね。飲み会に行かないみたいな。あ飲み会っていう。コンパって言うてなんかちょっとなんか、なんかこうやる気満々なのみたいな感じになるので。でもなんか飲みやろうって言われたら、なんかラインとかでコンパどうですかみたいな。あ一気に召集かける感じ。召集かける感じがいた感じがいたでやるんですね。でこう例えばこうお友達から。 えだ誰誰どこの誰とか言われないんですか。ああ言われるね。何やってる人とか。あ,あちなみにあやかさんは何やってる方ですか。私ですか。はい。不私, <laughs> 私しかいないです <laughs> 女性社員とって言ってるんですから、はい。私です。不動産。不動産関係をはい。土地をコロコロと。<laughs> そうですね。はい、なるほど。<laughs> やっぱ男性のどんな人が来るかとか気になる。気になります。<ー>はい。どういうタイプの男性が好きですか。 どういうタイプ？まあ僕以外ですか。そうです。僕以外でお願いします。男らしい。男らしい。どういう時きの男らしいと思います？どういう時ええどういうと飲み会の最中で。ああ別に何でもいいです。はい。頼り頼りに頼りがいい。頼りがいがある。い。頼りがいがある。頼りがい例えば。わかなく具体的にわかんない。例えば。 最近、あ、なんかこの人いいなと思った瞬間とかあるじゃないですか。この男性、あ、こういうことをしてくれるんだとか。<ー>あ,あ、頼れるなっていうことになるわけですよね。<laughs> え、なんだろう。なんだろう。翔子さん、なんだろう。男らしさ。いやいや、翔子さん、じゃあ、逆にどういう。私は、その場の盛り上げが上手な人がいいです。あ、コンパ行ってんな。<laughs> <laughs> コンパ行ってんな。 そのまま上手楽しめるように率先して動いてくれる人、ができる人がい気が聞いたりとか、慣れてるって思う、いや慣れてると思っちゃうんだ。あ、私は確かにこれいい情報ですね。あ、なるほどあんまりもこうなんかこうパッパッパッと切り盛りしたり、あのこう割り勘が上手だったりね、慣れてるなみたいな、あさそういうのもあんまり見えない方がいいっていうパターンもあれば。 そううじゃななくてててししっっかりしてるるいうのもあちなみにあこの番号を交換したりとかする<ー>この人はちょっとなっていう時とあ交換したいっていう時ってどういうい差があるんですかでもなんか、はい、交換したいしたくないじゃなくてなんかすぐ LINE のグループがなで,きなーできるんかみたいな,なんか男の子のチームがなんか漢字のまず入れてで漢字がなんか女の子全員入れてねみたいな感じで言われて。 強制なんですか強制でとりあえずありがとうのスタンプをバーって送り合うみたいな感じでいろんなグループがあってあれ一番上に来て「あ抜けたな誰々」みたいなな何とかさんが抜けましたみたいなそれはそれでねあとはここでやればいいんじゃないのっていう1回目の一体感みたいなそうですねありますね ま,あまた今度行こうぜとか、まあ、今度はバーベキュー行かないみたいなとかあああいうふになっていくわけですねそうですね、はああなるほど <laughs> そういう感じなんですねいや,いや非常に勉強になるなと思って本当ですか、はい、で一応この番組でね <laughs> そういう合コンやってみようと思うんですけどこんな人だったらこういう,こう合コンの企画参加してみたいとかあります男性陣とかああで面白,面白い人がいい面白い人が、はあ、いい、うん、<手>面白い人そこ大事ですか かっこいい。<laughs> <laughs> まあ喜ば <laughs> るな。<laughs> かっこよくて面白くて。そんなずらなかったね。で、そんなにこう気配りじゃできないけど、ちょっと慣れてない感じの高校慣れてない感じの人がやかさんは好きだと。うん、そうですね。かっこよくて面白くて高校慣れしてる感じの方が <laughs> しょうこさんは好きだ。そうですね。<laughs> <laughs> まあそんないろんな意見があるということ。まあ今日はお二人しかね伺ってないのでね。はい、まあいろんな意見があると思いますけど。 これどうすかね応募するんですけどなんとかうまくいきますかね男女二対二で二対二二対二なんですよ、はあ、何対何が一番いいですか四四あ四四なんだなんでその子会うんですか気が <laughs> なんか二二だなんかすぐ分担される感じある。あ あの人と。じゃ、あやっぱり四四ぐらいのほがいい。誰言ってもいい感じ。じゃ、じゃ、それメモってきます。四四、四四がいい。四四か、四四だとね、ラジオだと、こう声が拾いづらいんですよね。ああ、ラジオ的にね。はい。で、こう、僕は四四だと。二、二、に分かれて、四人グループ、四人グループってなりそうな感じがするのが嫌だなと思ってます。だったら、三三。のほがいいのかなと思ったんです。ああ、三三にしますか。 あ、なるほど。やっぱ三三がいい。三三だとなんか別れにくいのかなと思って、この二人を募集して僕参加しようかなと思ったんですよね。すると三人になるじゃないですか。司会役で。司会役で。ガッツリいかないですよ。ガッツリいかないんですけど、司会役でね。じゃ、こう男性陣仕事も大事ですか。医者がいいとか。弁護士がいいとか。なんかいろいろいてほしい。いろいろいてほしい。職業はあまり関係ない。いや、関係ある。 すぐ聞く <laughs> あすぐやっぱりそこ大事なんですねなるほどいろいろこうなんかすごい勉強になりますねやっぱ職業大事大事ですね学生ですって言われたらどうしますあ<ー>お姉さんですね <laughs> それなりに収入がないととあなるほどね医学生だったら大丈夫ですかいや <laughs> 現実的 現実的ですね。いやでも結構今日勉強になりました。<laughs> やったはい。なんかここ短い時間でしたけど、はい。ななんか逆にないですかこう質問的に。こ何見られてるこの何を見てる。何を見てるんだろうと思います。まあでもやっぱね服装見ます。<ー>はい。服好きで服好きですね。なんかおしゃれにしてる人の方がいいなと思います。気合い入った感じは。いや全然気合い入っていいと思います。えー、なんか気合い入ってると <laughs> なんか。<laughs> 頑張るぞみたいな感じが見えてたら嫌だなって思ういや,いやでも着飾ってるのはよくないですかあとはそのお店がここですよって言ってなり、うんまあ、にそういうやっぱ服着てきたりとかバーベキューなのにねハイヒール困るじゃないですから<ー>それは嫌ですね、はい、いやちょっとごめんなさい水買いに行けないとかさ <laughs> っっててなりますそういうなんかそういうのはありますけどどこ見てるのあとは おしゃべりしてる感じとか見ますよね。えー、なんかノリノリとかやっぱ見ますよ。あ<ー>あ<ー>勉強になります。本当ですか？はい。今度いつですか？合コン。今度は四月の十五日です。は,ですはい、えー。ありがとうございます。<laughs> <laughs> リアルなやつありがとうございます。 まあそんな感じで本当にこうリアルな恋を今日は本当にありがとうございます翔吾さんあやかさん本当にありがとうございますということで番組主催コンパ開催絶対しますということで司会私決め所大蔵ですジップ FM のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナーからイベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってきてくださいよろしくお願いします今日は本当ありがとうございましたありがとうございました 土曜日の深夜でございますこの時間はですね桃色川柳と題しまして艶のある下ネタな川柳を紹介していくコーナーでございます575で自由に読んでくださいオールジャンル OK でございますでは俳句を読んでくれるこの方をお呼びしましょうどうぞ皆さんこんばんはお昼はいろいろなことを考えながら OL 生活を送っておりますサリーですよろしくお願いしますはい ありがとうございます。今夜は夜のお仕事が。お忙しいということで、コメントのみでの登場でございます。ありがとうございます。こちらの現場にはいらっしゃらない。はい、声でありがとうございます。ではですね。桃色川流紹介していきましょう。では、サリーさん、お願いします。名古屋市のひろしさんからの桃色川流ドリンクを。飲んで、夢見る二回戦。<ん>ドリンクを。 飲んで夢見る二回戦。こちら補足あります。補足大好き。読み手のお姉さんはいつも何回戦まで求めますか？あら、私に質問ですね。嬉しいです。なんだこのフり私は二回以上です。<laughs> ああそうですか。なるほど。何が二回だかわかりませんけどね。えー、ドリンクというのはこう男性の気持ちなんでしょうね。まあ栄養ドリンク的なものはい。 まあ、わからないでもないですねはいこれはまあ、男性の気持ちとしては間違ってないと思いますありがとうございますはい続きまして和歌山県北野さんからの桃色川柳 <noise> 結局は一人でドキドキ何もない寂しい、結局は寂しい一人でドキドキ何もない補足あんのかな補足はありませんあ,あ,ありません ちょっと困りましたねこれだけじゃこれだけの情報じゃ何にもわからないですけれども結局は何もないうーんまあちょっと出会いとはやっぱりね出て会うものですから是非ともちょっと自らな自らの行,行動っていうんですかはい起こしていただいて何もない夜にならないように北野さん頑張ってくださいありがとうございます続きまして岐阜市かしさんからの「桃色川柳」<noise> 寝る前に妄想してから夢の中寝る前に妄想してから夢の中これでも男なんだよな今これ女性だったらよかったな男な,男,男なんですよね今のちょっと今あーと思っちゃいました <laughs> はいありがとうございます女性の妄想が良かったかなはいありがとうございます 一宮市、ケイ、はい、さんからの桃色川柳。はい、見渡せば、めくれるスカート、春一番。見渡せば、めくれるスカート春、春一番。こちら補足ございます。はい、毎年、春の訪れは、めくれるスカートで感じています。それと同時に、パンチラの良さを改めて痛感します。とのことです。 えこれ女性性ですすかチラリリズズムムがたまりまりせんん男性ってるね男<性>あいいですねあのシャツをこう少しずつ取っていく感じとかたまらないですね。ああサリーさんがねシャツをあ男性がこうあなんかこう聞いたこと聞いたことあるだけですよこれはあのー。合コンでなんかこうワイシャツのこう袖をまくって。 サラダを取ってる男子がかっこいいっていうのを聞いたことあります。そのなんかこう袖をめくった感じがなんかこう血管が浮いてたりとか違うんですか？<laughs> 違う違う,違うの。これわかんない。わかんない。まあちょっと合コンで盛り上がっちゃってるんでね。今回ね。なんかそんなことは聞いたことあります。1枚ずつ脱ぐといえば、まあね。男性のちょっと違った部分はボタンを1つ外したりとかなんでしょうか？そこにチラリズムを感じるサリーさんありがとうございます。 続きまして最後の桃色ももいろ川柳春日井市は香かさんとお読みするんでしょうかはいわかりましたも川柳いきたいと思いますはいギュッてしてそしたら私は頑張れますギュッてしてそしたら私は頑張れます大蔵さんそのムキムキな体でギュッてしてくださいというかわいいコメントがございました はい、どういう牛がいいかな<え>後ろから牛がいいですね<ー>後ろからサリーは後ろからがいい前からがいい人もいるかもしれませんが僕でもねあそうですかギュッとされたいんですかねやっぱりどうなんですか女性の皆さんギュッとされたいんですかされたいなるほどガラスの向こう側ではされたいという女性が一人いらっしゃいましたありがとうございます 女性の気持ちってねなかなか男子ってね鈍感なんでね我々ねまあ世の男性はしっかりギュッとしてあげればはいギュッとしてあげれば何かそこから道が開けるそうでございますただ見ず知らずの人にはギュッとしてはいけませんはいよろしくお願いいたしますはい必ず確認が大事ですね確反動にしてからですねはいギュッとしていただければなとそして暖かい土曜日の夜をお過ごしください。といったわけで桃色いろ川柳サリーさんありがとうございます。 ままままだまだ受付中でございいすす宛先お願いし z i p FM のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナナからイベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってきてください面白い作品には大蔵さんのサイン入り番組特製ステッカーをプレゼントしますサリーさん呼ぼう合コンに <laughs> みんな顔分かってないからねはいということで「桃色川柳」でした Music n a v i g a r is 大相 from 結命氏。しお届けしたのは僕らのクラシックでございました。なんだね、本当にあの品のないコーナーからえ僕らのクラシックっていうまた爽やかな音楽でね、こちらの方もですね、あの新曲として入っておりますので、僕らのクラシックよろしくお願いいたします。東京中日新聞のこちらも曲となっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。僕らのクラシック覚えてくれましたか？ えといったわけで、ケツメの大蔵が名古屋ジップ fm のスタジオからお送りしてきました。月一番組ケツの門でございます。そろそろお別れの時間ですが、今日ちょっと内容盛りだくさん、盛りだくさんでですね、これ、あの卒業というね、あのメッセージテーマがあったんですが、それをちょっと読めなかったんで、最後バババ,バと行かしていただきます。愛知県のかなみさん、ありがとうございます。 えー、卒業したいこと2回留年した学科を3月に卒業します3月初めの国家試験を一発合格して胸を張って卒業したいまさにその通りですねもうぜひぜひ頑張っていただきたい締めの本当にあと1ヶ月1週間分かりませんがぜひとも頑張ってくださいよろしくお願いっていうか3月初めの国家試験って終わってんじゃんもう <laughs> 大丈夫終わってる終わってる大丈夫だったのかな大丈夫かな合格でしょうおめでとうございます えー、岐阜県のエイジく君ありがとうございます。卒業したいことはタバコを卒業しましたおめでとうございますそれからですねただ間食を卒業してタバコをやめて7年1 0ロは超えましたまあ超えたら走りましょうはいぜひとも走っていただきたい頑張ってください卒業できますよすぐにはい卒業したいことありがとうございます岐阜県くんあ,ありがとうございます毎日晩酌するのを卒業して週3ぐらいにしたいこれはちょっと難しいんじゃないですかねこれね

頑張って新しい車を買うべく貯金をするしかないですね。これは、もう車の写真の絵でもこうなんか部屋に貼ってですよ。も、ま、しくはあれですね。デスクトップとかにピッと貼り付けてはい。新しい車をイメージしてたら必ず買えます。頑張ってください。あと、最後にこれはですね。あ、さっきの方ですね。はるかさんありがとうございます。あのボクサーパンツの方ね。 えー、卒業したいことは女子用ボクサーパンツを履くことから卒業してうんしたいしたいうんしようしよう卒業しようね色気のあるワコールのショーツでも履きたいと思っておりますって書いてありますがあショーツいいじゃないですかショーツから T へ行きましょうそして T から紐もへ、えー、頑張ってくださいはるかさん是非ともその結果報告お待ちしておりますありがとうございます えー、ということでですねまあもう冒頭からもお話ししましたが3月25日から静岡エコパーリーナ全国アリーナツアーでございます今日からでございますえー、六本木大サーカスなはっきり言ってパーティーですスタートしておりますえー、ZIPFM があるここ愛知県は4月の15日土曜日16日の日曜日日本外資ホールです細かくですね各地の詳細はですねウェブサイトがありますのでチェックしてくださいそしてあのあれですねやっぱりね聞きたいツアー見に行ったよっていう方のこう感想ですね まあ言ってもこう各地またちょっとねいろいろやっぱ大きさからね違ってきますからまあそのツアーの感想なんてぜひともお待ちしておりますということとあと桃色川柳ですねこちらもお待ちしておりますよろしくお願いしますあまり卑猥になりすぎないようにね最近ちょっとあの卑猥度が、えー、ちょっとねあの卑猥でエロいとかいうよりもうまいが欲しいですね僕はあうまいこと言うなと、はい、なんかもう直球すぎるな ちょっとね、はい、やめましょう皆さん大人なんでねいくらこう土曜日の23時ですがあまりやりすぎると偉い方から怒られます僕もはい。で番組の存続に関わってきますんではい。うまいをくださいお願いします桃色千里お待ちしておりますツイッターでハッシュタグ ZIP ケツをつけてツイートまたは z i p FM のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナーからイベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってきてください メッセージを送ってくれた方の中から抽選で大蔵のサイン入り番組ステッカーをプレゼントしますあとは新企画ですねまあ本当にやりたいですねこの番組主催のコンパまあ開催しますって言ってるんでしましょう、えー、司会は私決明師の大蔵です今日わかりました二人じゃなくてやっぱ三人だなと三々をねうまいこと作ってはい、えー、新規新企画 新規の新企画でございますね。はい、番組主催コンパやりたいと思います。よろしくお願いします。だって、これコンパでうまくいけばケツのコンっていうほら結婚式まで行ける可能性がある。コンパから彼女彼氏になってね。ケツのコンケツの門からケツのコンやりたいですね。よろしくお願いします。えー、zipfm のウェブサイトトップページにあるエントリーのバナーからイベントスペシャルコンテンツにアクセスして送ってください。コンパは参加したいとか。 3人組でやりたいとかお願いしますっていうのぜひとも意気込み含めて送ってきてくださいそれでは「ケツメイシ」「大蔵」がナビゲートする番組「ケツの門」次回は4月の29日土曜日夜の11時からでございます埼玉が終わったぐらいかな。えー、ということで「ケツメイシ」の大蔵でしたバイバイ!「ケツの門」うん